午後のリサイタル。今日は渡辺康夫さんのピアノ独奏で、ブラームスの自作の主題による変奏曲と、ハンガリー舞曲第1、第7、第4番以上を聴いていただきましょう。渡辺康夫さんは東京芸術大学附属高校卒業後、アメリカに留学され、ボストンのニューイングランド音楽院、ニューヨークのジュリアード音楽院で研鑽を積まれました。在学中からリサイタルに、コンチェルトにと幅広く活躍され、1975年ジュリアード音楽院を卒業して帰国されました。では渡辺康夫さんのピアノ独奏で、まずブラームス作曲、自作の主題による変奏曲、作品21第1を聴いていただきましょう。
Thank you.
渡辺康夫さんのピアノ独奏で、ブラームス作曲、自作の主題による変奏曲でした。渡辺康夫さんのピアノ独奏によるブラームスの作品、今度はハンガリー舞曲から3曲聴いていただきましょう。この作品はハンガリーの音楽をもとに、ブラームスがピアノ連弾のために書いた曲で、1869年、まず初めの10曲が、その後1880年に後半の11曲が、ブラームスの編曲によるものとして出版されました。民族色豊かなこの舞曲は、出版されると大変人気を集めたので、後にブラームス自身がその一部を管弦楽曲に編曲したのをはじめ、ピアノ独奏用に、また他の楽器のための作品にと、いろいろな編曲がなされています。それでは渡辺康夫さんのピアノ独奏で、ブラームス作曲ハンガリー舞曲から第1番、第7番、第4番、この3曲を続けて聴いていただきましょう。
ブラームス作曲ハンガリー舞曲から第1番、第7番、第4番でした。午後のリサイタル、今日は渡辺康夫さんのピアノ独奏でブラームス作曲、自作の主題による変奏曲とハンガリー舞曲第1、第7、第4番を聴いていただきました。